どうもドズルです。はい、ということで本日もやっていきましょう。マリオカート実況、4位以下を取ってしまうと即終了でございます。さあということで参りましょう。昨日までね、キヨキヨさんとコラボしていたんですが、今日からまた一人でやっていきましょう。コラボマリオカートもやっぱ面白いですね。普通に簡単にできるし、さあ OK、 3段階貯めて、レッツゴー。 OK、 このコースはね結構カーブが多いんで、しっかり曲がって落ちないようにしていこう。ここ右、オッケー、ギリ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 。よし、そして左すぐ。よし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 、オッケー。まあいいよ。そろ、あ、いった。そろそろね、あれを変えようかなと思ってるんですよ。マリオカートじゃない。マリオカート変えたら大変だ。ドンキーを乗ってるカートをね、ちょっとそろそろ変えようかなと思ってるんですが、なんかおすすめとかあったら、皆さんコメントで教えてください。オッケー。さあ、ここ右。ここ多分ショートカットできるな。まあいいや。おいしょ、あー落ちる、いって、ちょっと待ってちょっと待って、やばいやばいやばい、また今日も1話で終わってしまう。ここショートカット、オッケー、バナナつけて、よしよしよし、6位、まあまず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 悪くはない、良くもないけど。さあ左曲がって、ここはもうインコースギリギリを攻める。さあどうだ、ドンキーインコース。さあオッケー、ドンキーインコースってマジ意味わかんないけどオッケー、ラッキー。さあファイヤーボールゲットして、さあここは右だよ、右だよ、オッケーオッケーオッケー、右からの、オッケーオッケー、相手にファイアボールぶつけてね。さあ左、さあそしてまっすぐ、やばいやばい、後ろから飛げぞ、オッケー。さあそこを飛ぶ、よし、あ、行って、言いたい。あ、でも3位か4位か、まあまあいいところ来てますね。さあいいアイテム来い。微妙微妙ですね。ブーメランね、全然うまく使えないんだよな。お、1人落ちた。OK、3位。これちょっとキープしていこう。さあ、前の人はミルもさ、日本の方だね。危ね。よし、左。よし、ここインコース。インコース私の方が攻めれてる。攻めれてる、攻めれてる。さあ、行け。OK、OK、OK。で、ここは、あそこショートカットでキノコ行って、あ、行って。やばい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 。ぴょん。よいしょ。危ない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 。あそこキノコ使ったのにな、使えなかった。今まだ3位でしょ。よっしゃ、オッケー、2位になった。3位、やばいやばい、待って、もうゴール近いっけ、まだだっけ。待って、焦るな焦るな焦るな、すぐ焦っちゃうから。ここ飛んで、はい、さあまだ3位、あ、いって、キノコ、さあいいアイテム来い、いいアイテム頼む。あ、でも2位になってる、なぜか知らないうちに。いって、やばいやばいやばい、一気に抜かされる。右で、ここでゴールだよね確か、違ったっけ。左からの、よし、見えたゴール。オッケー、なんとか、危ねえ。いや、おとといの動画はさ、1レースで終わっちゃったから、なんとかなんとか、オッケー、ナイスドンキー。結構このコースもだんだん慣れてきましたね。このコースね、難しいのがカーブ多いのと、結構カーブの外がね、空いてるとこがあるんで、間違ってドリフトしちゃうと外に落ちちゃうんですよね。ラッキーでした。さあ、次のコースは、お、ここ珍しい。あのコースですね。あのコースっていうか、なんて言うんだろう。なんて言えばいいんだろう。3周回るコースじゃなくて、上からずーっとこう、スキーで下っていくような、そんなコースです。こう結構面白いんですが、私あんまり道を覚えてないから、結構不安ではある。さあ行こう。このビートル号もね、そろそろ、機種変しないとね。さあ参りましょう。スタートダッシュ OK。レッツゴー。OK、いいよ。ジャンプアクション。さあ1位に躍り出るドンキー。さあ華麗なるスキーを見せてくれ。やばいやばい、細い、道が細い、道が細い、痛い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 。さあピョンして、やばい、みんな早い。こうどっち行けばいいの、痛い、マジでわかんない、マジでわかんない、ちょっと待って。とりあえずまあみんなについていこう。インコース攻めすぎた、はいやばいやばい、いきなりやばい。右行って、はい、ドンキーね重量級なんで、こう1回1回のこう、ああいった壁ドンがね痛いんですよね。あーっと、相手も取れない、マジか、前の人が取っちゃった。さあここ左、5位、まあ、結構みんな固まってるから、おお危ね、やばいかもこれ。あー川に落ちちゃった。これね、上を飛んでる方が多分早いんですよね。さあただまだ3位をキープしてる。右、はい、 OK、 相手も取りたい、相手も取りたい、 OK、 2つ、8位か、あーしまった、使っちゃったすぐ。なんかね、コメント欄でこのまま教えてくれたのが、おー、危ない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 、あ、いって、この前コメント欄で
あのアイテムボタンを連打するとアイテムが決まりやすくなりますよってコメント教えてくれてたんですけど、今連打してたら普通に使っちゃったっていう。 OK、 さあこっからアイテム取りたいって、やばい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 、マジでこの順位でアイテム取れないのはマジ致命的。はいはいはい、木にぶつかりそうだけどぶつからない。はい、さあ次は取るよ、ここは絶対取る。 OK、 さあなんかいいの来い。結構でも思ったより私以外のみんなぶつかってるな、多分私もこれだけなんて言うんだろう、壁にぶつかりまくっててまだ3位だから。よし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 、いいよいいよ、モーグル式でね、ここでピョン、 OK、 左、よし3位、このまま駆け抜けたい、いった、うん、さあここはちょっとファイ、あ、いっていっていって、ちょっと待ってちょっと待って、3位のまま、3位のまま、アイテムアイテムアイテム、 OK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 、 なんかいいの声、コーラ、とりあえずコーラ後ろつけて最後キノコでショートカットできるかな。オッケー、ここでショートカットして、さあ3位終了できるか、よし、オッケー、あぶねー、いやちょっとヒヤヒヤですね。あ、でも2レース普通にね無難にクリアできたんで、このまま行きたいですね。レート的にはみんな一緒ぐらいなのか、いいですね、2000台で固まってるみんなですね。さあ続いて参りましょう。ミーを作る作るって言って全然作ってない、ミー作る作る詐欺してますけどね、私まだデフォルトの方が逆に珍しいわっつね。さあ続いてのコースは、あ、ピーチサーキットかなんかかな、ここも結構得意かも、最近ね得意コース増えてきたんで、今日3、あ、てか今まであれか、4位以下を取ってしまうと即終了のマリオカート実況、これが最大じゃない ?3 レース目でいつもやられるっていうジンクスがあるんで、ここ突破できれば初かもしれない。さあ参りましょう。ここ。さあレッツゴー。いいよ。このコースね、結構得意。実は。実を言うと。隠してましたが。さあ左行って。お、コインいい感じ。右。バナナもつける。あっと危ない。おー、オッケー、うまかった今。自分、あ、いたいたいた、ぴょんぴょんして、はい。芝生に入った時はぴょんぴょんジャンプするとなんか回復が早くなるらしい。う、1位ですよ、やっぱフラグにしか聞こえなくなってきた自分で言っててこのコース得意だとか、ちょっと待って、フラグ立てるのやめよう。よし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 、悪くない悪くない、コインも10枚あるからね。もうよし、からの右、からの左、からの右、からの左、いいね、よし、細かいドリフトがしっかりねタイムに関わってくるから。 OK、 結構1位と2位以外独走してる、ちょっと見えない、地図が見えないけど、多分1位と2位以外なんか独走してる気がする。よし、いいよいいよ、さあ右に曲がって、いいね、こういう走りやすいコースはね得意ですね、ドンキーは。あ、いって、やばい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 、あーっと、テレさんに私の大事なバナナが取られちまった。オッケー。オッケー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 。いいよ。さあ、ここでくるりん。いいね。マリオカート実況もね、最近毎日お送りしているんですけど、だんだんこう、なんて言うんだろう、自分の中のルーチンというか、日課になってきましたね。毎日マリオカートで遊ぶって。あー、トゲゾー来た。もう、トゲゾーほんと嫌。あー、てか今これでガードすればよかったのか。このね、パッパラパーでね、トゲゾーガードできるんですよね、実は。しまったな、まあいいや。さあ1位独走中、いって、さあなんか防御アイテム来い、コインはつらい、取っとこ。さあ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 、こっから抜かされる可能性全然あるな、やばい、ここで終わる可能性ある。さあ右、ラストラップだからね、なるべく離していこう。 OK、 ガードアイテムここで取って、あ、抜かされた、小吉待って、小吉ちょっと待って、ガード OK、 赤コーラガードして、ちょっと待って、小吉に負けるのはまだいいから、3位以内取れば大丈夫。さあそこでガードアイテムゲットしよう。あー、取れないか、小吉うまい。さあキノコは熱いぞ、ショートカットどこですればいいんだろう、わかんねえ、やばい、後ろが来てる、もうゴールだよね、やばい、ちょっと待って、よし、2位、OK、やりました。いやもうこれ結構ね上手くなってる証拠なんじゃないか、本当自意識過剰タイム入りましたけど、いやそこそこ上手くなって、もうだってほら3000なる、
次買ったら3000になりますよ、レート。3000ってなるとね、なんか脱初心者な感じしますが、さあ続いてまいりましょうか。エキサイトバイク多いな。エキサイトバイクがね、一番苦手なんですよね。あー来た、エキサイトバイク来ました。ただね、この前苦手と言っといて、この前の確かね3日前ぐらいの動画で、あのここで1位取ったんで、ちょっと今日も1位狙っていこう。いや今日初めての4レース目結構珍しくない？あの10分以上のマリオカート実況って。さあ行くぜ、今日はこのまま30分動画作ろう。ここよし、いいスタートダッシュ、いいよいいよいいよ。アイテムが取れない、はい、ここアイテム取りたかったな。ただね、ジャンプアクションを決めていくのがこのコースにおいても最重要。ジャンプアクションをきっちり決めていく。よっしゃ完璧。そしてここ泥に入らないっていうね。はいよね、はい、痛い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 。今動物の森の村人さんが押しまくって泥に入れてきた。 OK、 さあからの、あーやばいやばいやばい、ピョンピョンピョンして、はい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 、骨クッパ怖い、骨クッパ怖い。よし5位、6位、ここはアイテム2つ折り。やばいな、あの村人さっきからこっちに敵対意識を向けてくるな。よし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 、危ねえ危ねえ、当たる、あー当たった。今避けようと思ったんだけどな。やばいやばい、11、今回確かね11人なんですよ。危ない危ない危ない、ドベになるところ。よし、こっからキノコ3つ使ってショートカットできるでしょ。右入ってキノコ、右離す、 OK 完璧。さあショートカット決めてからの、はい、ここですぐキノコ、はい、いいねいいねいいね。あーやばいやばい、危ない危ねえ。さあここでまたジャンプアクションからの、はいはいはい、パックン使ってね。あー泥に入る。イカスミがね、イカスミっていうのこれ結構ね、このコース難しいな。さあ現在ちょ、痛いって。痛い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 、もうちょっとやばい、ラストラップでドベ。危ねえ危ねえ危ねえ、何これ、いじめ？いじめですか？私ね、名前をドズル YouTube に変えたんですよ。そういう恩恵？さあ、ここで右、やばいやばい、ちょっと待って、ここで終わりそうな気配しかしない。終わりそうな気配しかしないけど、でもここから逆転すればかっこよくねとか、かっこいいこと言おうと思ったらバナナに当たる、はい。やばい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 、ちょっと待って。いやー、終わりそうだな、ちょっと待って。今日ね頑張ったんだよ、私も結構頑張りました。あの4レースしたっていうところをね、みんなに評価してほしい。そう、あの今回はそうすごいね、エキサイトバイクも楽しかったけど、やっぱりこんなにさ、いつもよりゆっくりエンディングを話す時間ないからさ、まあ、今日はちょっと綺麗に終わりたいと。